大滝道助は日本の海軍軍人。第10水雷艇隊司令として第3海旅巡航閉塞作戦や日本海海戦を戦った。第12駆逐隊司令在任中座小事故で殉職。最終階級は海軍中佐。大滝が分隊士として日清戦争を戦った。今後大滝は山形県出身の海兵17期生である。 1890年7月に88名中39番の成績で海軍兵学校を卒業した。金剛または、比叡に廃場となって、実務訓練を受け、商委任官は1892年5月である。日清戦争では、金剛分隊士として、比例会攻略戦に参戦した。松島分隊長を経て、1903年9月、第三艦隊に所属する、 第10水雷艇隊指令に補いされ、機餓4隻の水雷艇を率いて、日露戦争に参戦する。部下の艇長は戦中に移動があったが、大滝は海戦時から日本海海戦まで一貫して、指揮を取る。艇長の一人は、水野博則であった。第3回旅巡航閉塞作戦第10水雷艇隊に救出された、三河丸上院。指揮官は、捜査種継ぐ隊員。 1904年5月2度実施された旅順航閉塞作戦の効果を不十分と判断した日本海軍は3度目の閉塞作戦を実施する。閉塞船部隊は林三雄子優中佐を総指揮官として閉塞船12隻で構成されたが第1戦隊、第3戦隊、4個駆逐隊、4個水雷停隊などが護衛、収容の役割を担っていた。大滝の 第10水雷艇隊は閉塞船、第1、第2小隊の右側を護衛した。途中から後転となり、閉塞隊や水雷艇は行動を妨げられたが、予定勝負に到達した。第10水雷艇隊は、ロシア軍短海島に砲撃を実施して偵察隊の行動を援護し、ついで旅順港から脱出した閉塞隊員の収容を行った。ロシア軍の迎撃は閉塞船のみならず、 第10水雷艇隊にも及び損傷を被った艇もあったが、水野が指揮する第41号水雷艇は、三河丸上院18名の救出に成功した。第10水雷艇隊はさらに閉塞隊員の捜索を続けたが、発見することはできなかった。大滝はその後も旅順港の封鎖、公海海戦への参戦を経て、日本海海戦を迎える。 日本海海戦第10水雷艇隊を構成した第39号型水雷艇。写真は1902年撮影。海戦時の第10水雷艇隊は、水雷艇第43号、第40号、41号、第39号で構成された。当時の日本海軍水雷艇は89トンから152トンまでの4種類であったが、1905年5月27日は、 風浪が激しく、消火運転である水雷艇の行動には混乱があった。津島小崎湾を出撃し、第6戦隊に続行した大滝の第10水雷艇隊は夜間にバルチック艦隊を襲撃した。午後9時30分、大滝は右後方から襲撃を加齢し、確定は突撃に移る。大滝が乗り組んだ第43号水雷艇は、進撃中に、 同じく突撃していた味方水雷艇を発見し、衝突を避けようとした。しかし、強風のためミサオ艇の自由が効かず接触に至り、損傷した。このため魚雷を発射することはできず、火事に故障を抱えながら竹式用後部に帰還した。帰還の三艇は、連携水雷投下や、魚雷発射を実施しているが、三艇長はいずれも、強風による、 体の動揺が照準を妨げたと報告している。この戦闘は、駆逐艦17隻、水雷艇24隻で実施され、混乱した状況であったが、巨雷54本を発射し、また、連携機雷投下を実施している。日本側の被害は、水雷艇3隻の喪失である。迎撃した、ロシア側の損害は、戦艦、ナバリン沈没、シソイベリキー、 巡洋艦二隻が大破であった。この戦闘につき、連合艦隊司令長官、東郷平八郎は、第10水雷停隊に対し感情を授与した。大滝は、戦後の交渉で高4級に除された。その後の大滝の履歴は、鹿島水雷町、豊橋、宗谷、橋立各副町、教育本部副官研部員である。ついで1911年5月。 第十二駆逐隊司令に補えされる。同駆逐隊は佐世保水雷団に所属していた。同年十一月演習終了後に横須賀から母校の佐世保に向かったが嵐に遭遇する。大滝の座城をした駆逐艦春雨はマトヤ湾での批迫を図り座礁した。付近一帯住民の救助活動によって20名が救出されたが64名の乗員中、大滝。 小玉県サブロー単位ら44名が殉職した。大滝の没年齢は44歳であった。大滝は米沢出身の海軍士官で、同じく米沢出身の海軍軍人に大滝心臓中佐がいるが、関係はその有無を含め不明である。実際に襲撃に至ったのは駆逐艦15隻、水雷艇17隻である。日本海海戦で、 東郷が授与した感情は10枚である。第2編旅順口及び日に川の敵艦隊に対する作戦、第10勝旅順口第3回閉塞、第87号第10定司令海軍少佐、大滝道助の提出する第10定日本海海戦戦闘報告。ありがとうございます。